見れてるかなこれ、みんな見れてる、見えてますか。普通に綺麗、 OK。 ちょっと一旦これでやってみましょう。はい、というわけでいろいろありましたが、ブラックオプス6先行プレイやっていきましょうか。今作は全方位ダッシュができます。後ろダッシュできます。横ダッシュできます。はい、全方位ダッシュ、スライディングも全方位できます。横スライディング、後ろスライディング、斜めスライディング、ダイブも全方位できます。こういう感じ、横ね、横ダイブ、前ダイブ、後ろダイブもできるよ、こんな感じで。よし、じゃあ一旦これでやっていこうか。スダン B 取れるかな、左来そうか、ギリギリ取れそう、ワンダン、うわおいおいおい、ちょっと負けてるね、だいぶ。ワンダウン、オッケー、ツーダウン、後ろ後ろ来てるけど B 取らなあかんな、いけるかな。これはね、武器は XM4 だね、ホールドウォーにあったアサルトライフルだね。これスライドスタン入れて、キョイーン、前上がろうか、今いたけど、うわー後ろか。体力はね、コールドウォーより柔らかいぐらいですね。うートップではあるが、いる、もうこれ後ろダッシュがねマジでやばい。あと横スライディング、これよ、横スライディングがマジで強い。基本的にこれ飛び出す。敵 A 脇でしょこれ。いやでもさ、感覚違うよ今までやつ。 A 取らな、 C か、 C 取らな。あ、ちなみに普通にやってたけど、アサルトの持った状態でダッシュできます。こうアサルトだ持った状態で、おい、オッケー、一旦ここで B 守るか、守った方がいいな。左そろそろ来るんちゃう、味方ここで湧くの、これやばい、リスクはやばい、うわやばい、これ追いかけてきてる、絶対追いかけてきてる、うわサトシみたいなやついるな。これ来るよ来るよ来るよ、おいおい、これ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 だよ、これがブラックオプス6。横す、もうほんと横スライディングもっと使った方がいいなこれ。 OK、 これ A か C かどっち触る的、 A っぽいか、いや A、 C じゃないかなこれ。B 取りたいとこだけど、いや A 来た A 来た A 来たぞ。あーでもこうやったら入らないのか、死にようとか、おいやべ、配信がまたカクカツカクカク、配信カクついてるかもしれん、配信カクついてるわこれ。とりあえずこの試合このままやります。カクつきやばいかもしれないけど、大丈夫？ギリギリ大丈夫か？やばい！おお、なんか後ろダイブ出た。公式もカクカク？結構頑張ってんだけどな、ボコボコですね。
セムテックス、これは弾薬かな。いやー、ユーズインビーえぐいな。どこだどこ、今どこ行った？ C 来てるやん。 OK。 いやーそっちか、下だったか。負けてるけどとりあえず A 取るよ。誰も A 入ってくれない。まあちょっとね、グラフィックめちゃくちゃ綺麗なんだけど、ちょっと配信だと伝わらないかもしれないね、これ残念ながら。これ3点取りいかないと。ハンドガン行くぞ。おいおいしょ、まだ来るまだ来る。おいしょおいしょ、えまだ来んの。うおマップはね、いろいろある。3レーンのところもあるし、これ B 来てる。あー戻ってくんのか。こんだけやってんのにまだ全然点差縮まらんな。なんか左いるな、スナイパーか。やばいやばいやばい、テイキン C は無理だな。ヘルプヘルプヘルプ、後ろも来てる。これナイス。ちょっとね、パーク系も後で見せるね、いろいろ。どこだ、まずい。 OK ナイス。 B は B、 B 取れてない。あ、そっち2人。いや、BOCW 感はね全然ないね。やっててモダンウォーフェアにほんと BO を付け足した感じやな、感覚は。でももう これオムニムーブメントのせいで全然、まあ、感覚は今までとはちょっと似たようなやつはないかもしれないな。これこんな横スライディングとかね、こんなできないからね、他の FPS。 あんま似たようなもの、感覚の FPS がないかもしれない。あっ、いやーレッツゴー。ちょ、後ろダイブ、後ろダイブどうにかかっこよくできないか、これ後ろダイブ。パッションパッション、うっ、やばい、うっ、やばい、ちょっと待って、なんでさ、これ、ちゃんとアメリカにおるはずなのに、なんでこんなボコボコですけど、まあまあまあ、結構活躍したんちゃう？はい、見てるの、一匹具合。配信ちょっと安定し始めたね。多分ね、ちょっとビットレートを調整してみるか。一旦これがまあメインの、なんてやろう、 AX50 的な。相手から見るとね、マジでね、いきなり飛び出してきたような感じになるね。ちょっとじゃあパーク類をお見せしましょう。あ、またこれね、やっぱ配信が時々不安定になってるな。これね、横飛びしながらこれ決めれるからな。
これマジでかっこいい。配信頑張ってくれ、配信頑張れ。これ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 、やばいやばい、一発。あ、ハーポ来た、ハーポ来た。まあパークは、あ、武器はね、ホールドが近いか、うん、武器アタッチメントはホールドが近い。パークはね、これ、まあ、まず、ワイルドカード使わない場合はパークを3つ選べるんだけど、あの、後ろから追いかけられてんなってさ、まあ、今までだと赤色は赤色だけみたいな感じだったけど、ね、パーク1でも赤色と緑色のパーク好きに選べるって感じですね。この中から3種類、ラピッドファイヤー、まあ、フラジャケ、ファストハンド、こっちは今ダブルタイムつけてるか。スライディングの距離めっちゃ長い。ああ確かに、なんかあのショースラ、ショートスライディング。そう、ガンスミスはねモダンよりちょっとシンプルになりましたね。弱めになった。で今ガンファイターつけてるけど、パークグリードつけるともう一個パークが使えるっていう。他の配信者 めっちゃラグい。いや僕もね、僕の配信もね結構危ういっす、時々おかしくなってますね。えぐい量おるから。じゃあちょっと SMG 使ってみるか。 SMG シアターモードもあるし、レッドの配信大丈夫？いや僕の配信も時々ねめっちゃラグくなると思う、おそらく。 何者にも言えへんかも、今までと違いすぎて。ほっよっ、あ、ここ絶対いるやん、ここ。このね、全方位ダッシュがもっと使わないといけないな、せっかく。これはね、MP5 だね。おおっ何だっけ、あの武器の名前忘れたけど、まあ、連射できる系の。フラグ、やばい、これは死んだ。スナイパーうめえ人いるな。当たり前だけどみんなね COD クリエイターだからね、うまい人しかいないよね。やばい、うわー、ちょっとあの端っこスナイパーうざいな、まずい。オッケー、これ転がってきた、こっちに。あれだね、1キル3キルして後ろダイブでちょアクション映画っぽいクリップ取ろうぜ。これこっち開き、ファイザーフォー、正面来てる、横スライディング、横スライディング、ちょっとスナイパーうぜえなスナイパーうぜえな、アテンといてほしいな怖い怖い。スナイパーはね今ラークが使ってるかな。ほー、あーダメだ、湧いてる。これこのマップはねかなり狭めだね、まあ、なんかシップメントほどじゃないけどシュートハウスチックなマップだね。フラグ入れてリロード敷いて、センターいるね1枚。いやーこれめっちゃ当ててくるなこの人、当てすぎ当てすぎ。ブルーってどこだ、湧いてる。ちょ、あのスナイパー当ててくるから逃げよう一回。ちょ、この SMG も強えな後ろ来、次右、右よっか。スラキャンはねモダンほどできないんだよね、モダンほどスラキャンできないけどダイブが強いって感じだな。
待って、右行った。まずい。ちょっと一旦逃げようか。これ右、こっち来るか。スナイパー当てないで。やばいやばい、ここ湧いてる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 。やばいやばい、なんかハンドワンになっちゃった。オーマイグー、オーマイグー、オーマイグー。弾がない弾がない弾がない。なんか拾った、これなんだ。 SMG 拾う、 SMG 拾う。レッツゴー、いいよ。これもたまない、これもたまない。補充して、ちょ一旦逃げるわ。あーノー、ちょ空爆いきます。ヘルストーム、ヘルストーム、ヘルストームめっちゃかっこいいからねこれ。ちょ今更だけど、みんなゲーム音うるさくない？大丈夫かな一番最初に確認しなきゃいけなかったんだけど、ゲーム音大丈夫かな、うるさいかな。ちょっとオッケー、ヘリいっちゃえ、頼むで、ね、ヘリこっから勝つで、大丈夫、センキュー。まずい、これは逃げよう逃げよう逃げよう。ちょっと分かってきたんじゃないこれ、これオムニムーブメント分かってきたんじゃないこれ、オムニしてきたんじゃないこれ、これオムニしてるね、これオムニだね。これオムニ理解しちゃったかもしれんわこれ。おほほほ、ちょっと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 、うっ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 、おおおおむ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 だねこれ。もう一丁行こうか。もう SMG 楽しいっすねマジで。いやレッツゴー、ヘリもう一個あるからなこっちは。でこのゲームね、まあ、全方位ダッシュはね、自動ダッシュをオンにしてないとね結構大変だと思うから、自動ダッシュ必須かもしれないね。オーライ、これヘリヘリヘリ出せよ、もう一個、まだ終わりじゃないよ。どうしようどうしよう、いいゴー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 、ね、そう、キルスピードはね、本当ね、タイムトゥキルは、ホールドウォーより柔らかいからね、あ、ちょうどいいかもしれないね、モダンほど柔らかくもない。おお、もう一丁いくぜ、俺、おお、これはオムに理解してますね、完全に。これセンター行ってこれ流れてくるやつを倒すんですよこれ。こういうことこういうこと、まずいまずいまずい、これオムニ、オムニダ、オムニダイブね、オムニダイブ。ここまだ生きてる、ナイス、これ頭打ちじゃね、UAV 呼んで、センター取り行こうか。やばい、これ逃げた方がいい、止まってるやつをしっかりガー買っていって。そうキーマンも面白いかもね。これはねもうイキリムーブメントいっぱい出てくるんちゃう、これキャラコン。そうウォーゾンもねこれになるらしいからね。これはここ来るよ、そうまだ来るよ。おお、なんかグレのキル音でかすぎじゃね。やばい、真面目にやってください。いやー、ちょっとこれ100キルいくんちゃうこれ100キルいくんちゃう、これ
うまいよ、うまいよ、これ。やばい、あれはいっぱいいる。やばい。リスカおるかな。もう一個ヘリ出た、もう一個ヘリ出た。おら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 。おら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 。リコイルはどうだろう。アタッチメントはねフルでつけてるから、その影響もあるかもしれないけど。ポンポン。あ、これ当たんないか。え、こん中生きてるんちゃう。死んでるわ。すごい、なんのアラート音これ。ピュイーン、ピュイーン。あ、まあ、なんか切り替わっちゃった。あれ、ちょっと絶望してる人いる、これもしかして。できればないないでほしい。あ、92キルしてるんだけど。あ、92キルしてるやん。何このアラート音、なんかずっと鳴ってる。これ、あ、抜けちゃってる敵。これバグってない？これ、あ、このアラート音バグじゃない？ COD さん、これなんかバグってるかもしれん。ずっとアラート音聞こえる。このアラート音何ですか？何の音ですかこれ。100キルいった。おー、100キル。100キルいったぞ。ワールドファーストって言って、ワールドファースト100キルって。いや、鳴りやんだかも、鳴りやんだかもしれない。あ、いや、鳴ってるわ、まだアラート音めっちゃ鳴ってるわ。なんやねんこれ。横、後ろダイブで。これ絶対、これ腰やばいよな。まだ鳴ってるね。絶対腰やばいこれ。うわー、ちゃんと見てくれた。じゃあ早めに終わらせようか。アラート音が、アラート音が。わーお、あと数点決めちゃうか。おお、レッツゴー、ジジー、レッツゴー。おおおおおお。115キル、115キルです。ベストオブプレー。おいおいおい、いや、もういっちゃうよ、もう一個。ああ、オーマイグー、オーマイグーだね今の。これちょっとスクショしておこう。ワールドファーストやっとこうで。ワールドファースト、ずっとアラート鳴ってるけど。